こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、着物の展示会の参加の仕方についてお伝えをしたいと思います。着物の展示会はとても少なくなったのではないですか。着物業界は今結構大変な状態になっておりますので、あまりそれだけ多くのものを集めてご覧いただくという余裕がないところが本当に多いんですね。ですが、そんな機会があったら、わ、行きたいわと思われると方は多いと思うんです。でもなんか怖いわ、私買わなくちゃいけないかしら、すぐ決めなくちゃいけないかしら、というふうな心配がある方もいらっしゃるのではないかなと思いますので、着物の展示会の問題点と、それから効果的な参加方法を皆様にお伝えをしたいと思います。このように、この東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の方が中級上級へと進んでいただくためのたくさんの情報を発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。着物の展示会という、まずそのことについて考えてみたいと思います。着物の展示会ってどんなものってよくわからない方もいらっしゃると思いますので、それをお伝えしたいと思います。着物の展示会というのはですね、問屋さんが開催なさるものもありますし、小売店が開催なさるところもあります。それから着付け教室ですね。大手の有名な着付け教室さんがよくなさっているというのもあると思います。今までの過去の歴史などを見ますと、展示会でなんか買わなくちゃいけない状態になって帰れなくなっちゃった、無理やり買わされたみたいな問題とかも過去には社会問題になっておりましたので、そういう観点も考えなくてはいけないんですね。困ったことがあります。でもたくさんの着物にいっぺんに出会える素晴らしい機会ですので、それを効果的に使うことができたらお互いにいいですよね。ですからその使い方について考えてみたいと思います。着物の展示会というのは、今申し上げたように問屋さんとか小売店とか着付け教室さんがこの期間に開催します、皆さん見に来てくださいと言って期間を決めて、その間に着物や帯を集中的に集めるんですね。集めます。仕入れ先、帯屋さん協力してください、こっちの帯締め屋さん協力してください、草履屋さんもお願いします、お着物はこれとこれというふうに手配して、皆様がたくさんご覧いただけるような形でメニューを考えて、その期間に取り寄せてくださるんですね。今は少なくなりましたけれども、高級料亭で開催されるとか、素晴らしい美術画廊で開催されるとか、祇園祭りを見ることができる素晴らしい場所、素晴らしい料亭を貸し切って開催されるっていうことがよくありました。参加なさる方は大変いい気分になるんですね。私こんなもの見たことないわ、それからこんなお料理いただけるなんて嬉しいわ、ということで素晴らしい機会ね、ということで参加していただけるわけなんですね。ですが、やはり当然ながらそういう経費もかかりますので、そういう経費が商品に載っているとか、あるいは利益からその経費を出すので、その利益が減るけれども我慢しながらやるというような状態が開催者の方にはあるんですね。ですから本当にお互いにいい状態で見ていただくことがいいと思います。まずそういうお着物の展示会というのは、この期間にありますからぜひお越しくださいというアナウンスが来ます。アナウンスが来て、あ、行きたいですっていう風になったらお伺いするんですが、いらっしゃるだけでこれプレゼントとかっていう景品を用意なさってるところがあります。そうすると、景品もらえるなら行こうかしらっていう方も案外いらっしゃいますよね。それでもよろしいと思います。そして伺うと、受付で案内状とかを出して中を案内していただくわけですね。そうしますと、訪問着があったり、小物があったり、紬があったり、帯があったりして、わー、たくさんあるわ、私見たいわ、私どれが似合うかしら、あれもこれも見たいわ、ということでご覧になるわけなんですね。
私は小売店ですので、小売店としてホテルの会場をお借りしてそういうことをやらせていただいたこともありますし、着物人のサロンで定期的に開催させていただいたこともあります。そういう経験を通して強く思うことがあるんですけれども、それはですね、まずご案内させていただいた小売店さんなどがその会場にいて、あ、お待ちしていました、ご案内いたします、これはなんとか紬です、これはあの先生の訪問着ですというふうにご紹介させていただくんですね。ですがここで私がクエスチョンがいくつかついたことがありまして、それはですね、このお客様は一体どんなものがお好きなのだろうか、私はよくわからない、でもご本人はよくわかってるんでしょって思うんですが、案外そうではない。それからお持ちのお着物に帯が合うかしらっていうふうな、そういう帯を探される方もいらっしゃるんですけど、お着物持ってきてらっしゃらないですし、写真もないし、え、これ合うと思うんだけどよくわからないとかっていうような場合もあるんですね。ですから見るだけでいいのよ、見るだけで来てくださいっていうふうにご案内することって呉服屋さんとか多いんですけれども、でもご覧になったらそれいいわね、じゃあ欲しいわ、でも明日までしか開催しません、この帯はもうなくなっちゃうんですっていう状態になるんですよ。これが大きな問題で、かつじゃあこの帯があなたのお着物に役に立つかどうかっていうのが本人も分かんない、呉服屋さんも分かんないわけですね。でもこの帯はなんとか先生が作ったものでもう今しかないし、この値段では手に入らないんですよ、貴重なものなんですよって言われたら、どうしようどうしようどうしよう、それからもうローンは組めないしこんな高いの買えないわっていう、そこで一気に困った状態が起こるケースって結構あるんですね。でここが問題だと思うんですよ。私が思いますに、ご覧になるだけで結構ですっていうのはもちろんそうなんですよ、ご覧になるだけで結構ですよ、知識を深めてください、はい、見るだけですよ、買っちゃいけませんよ、絶対買っちゃいけませんよ、全員買っちゃいけないっていうふうにもししたら、その展示会成り立たないんですね。利益が出ないからもうそんなの開催できなくなるんです。これも困りますでしょ。お客様としては本当は欲しくないものを買ってしまったり、それから役に立たないものを買ってしまうっていうのも困るんですね。ですから賢い方法は、事前に私はこんなものが好きでこんなものが欲しいとか、私は似合うものがよくわからないでもこんなものを持っていますっていう情報をお互いに共有することがいいと思うんですね。お互いというのはご本人の分かっていることを着物のプロの小売店さんなり販売する側の方に対して伝えるということなんですね。だって着物の世界って広くて深くて複雑だから、お客様だけでは着物って判断できないと思うんですね。私の専売特許ライフスタイルと個性です。例えばご覧になる方が夏の訪問着ってなかなか作れないからどこにでも使えるような無地でいいのよ、そんな夏の訪問着とか付け下げとか、いや抑えたお値段で用意したいのっておっしゃるだとしますよね。ありますよ、これいいですよ、ものすごくシンプルで何にでも使えますよ、どなたにも合いますよ、帯を変えたらこういうふうにも使えてこういうふうにも使えますよっていうふうにお伝えしたとしますよね。でもそれって本当にその方に合うんですかっていうことですよ。私は自分の経験として夏のフォーマルをそういうふうに何にでも使えそうな付け下げを買ってほとんど役に立たなかったんですね。はい、それよりもこだわって作った遠峰先生の一重夏の訪問着は大活躍していますよ。というふうに、なかなかどんなものがお役に立つのというのはご本人には決めにくい、そしてもしかしたら小売店さんとかの知識がなかったらそういうことに対して正確な対応ができないんですね。でもそれを分かる必要があります。私はこういうものがあったら欲しい、でもそれ以外のものがあったら
私が思っていなかったこんなものも私に似合うの、それは嬉しいわっていうことがあったら、それが本当に使えるかどうかを考えた方がいいですね。例えばこんな機会に使えます、こんな機会に使えます、私が持っているこの帯と使えますっていうことを検証した方がいいです。ですが限られた日程でやってるんですね。明日までしかないとなったらそれができますかっていうことなんですが、それをやるしかないです。やってくださいませ。ご案内する小売店さん、しっかりその辺はフォローなさってください。それから開催者の方は今ハンコを押さないとダメと言わずに、やはり1日2日猶予を持って対応していただきたいと思います。そしてそのアイテムがお客様にとって役に立つかどうかっていうのは、これを売るだけではなくて、どんなライフスタイルですか、どんな個性ですか、どんなものがお好きですか、どんなものがお嫌いですか。例えばこんな真っ赤とかこんなたくさんの柄大嫌いっておっしゃる方いらっしゃいますよね。でもまあ華やかね、素敵ねっておっしゃる方もいらっしゃいます。これ好みの違いなんですね。この好みは個性です。その個性をしっかりと捉えて、素敵ねっていうものがその方のお役に立つかどうかっていうのはプロとしてフォローしていただきたいと思います。私はこういうことをもう本当に着物ライフコンサルタントとして24年間お客様のいろんな着物選びをさせていただいておりますが、かなり早い時期にと展示会で選んでいただくの難しいかなって思ったんですね。だってものすごくいっぱいある、こんなにいっぱいあるのに、その方に合うものがほとんどないとかっていうこと結構あるんですね。私が似合うものあんまりないっていうようなことですね。それぐらいライフスタイルに合うもの、例えば留め袖がすごく必要なの、でも今日留め袖2つしかありませんとか、私は真っ赤な着物が欲しいの、真っ赤な着物なんてないですよせっかくこんな大きい展示会に来たのにないのっていうことになるので、まず最初にあなたのライフスタイルと個性に合わせたものをきちんと確認して、それを取り寄せることをしないとお互いの無駄になるなと思ったので、私は着物選びのお手伝いというのをやらせていただくようになったんですね。着物選びのお手伝いは最初にその方のライフスタイルとか個性診断をさせていただいて、それからこういうものが好き、こういう着物や帯が嫌いというようなものを確認させていただいた上で、そういうものを取り寄せます。ですが簡単にそういうものないですよね。でもその方のために京都や作家さんや米沢や沖縄とかっていういろんなところからその方が必要なシャレ物とか帯に対して集中的に取り寄せてご覧いただくというかなり贅沢なことなんですけども、そういうことをさせていただいてるんですね。これが着物選びのお手伝いです。こういうやり方っていうのは従来の呉服の販売方法の中ではかなり難しかったんですね。だいたい仕入れ先が協力してくれませんし、そんなことしたらもうあんまり取引しないよって言われがちなぐらいのやり方だったんですけど、私はもうそれしかないなと思ってその方法をやらせていただいております。ですから展示会にお客様をご招待なさる呉服屋さんは事前にお客様のデータを確認してください。そしてお客様も嫌がらずに、やはりそういうことを相談に乗ってもらった方がいいです。私はこんな着物とこんな帯を持ってるの、だからこれに合うこういうものを探したいのっていうことですね。それが分かった上で展示会に行っていただくと、もしかしたらそれはないかもしれないけれども、そこには作り手がいます、それからメーカーさんがいますから、あ、それはここにはないけど京都にはありますとか、ここにはないけどそれはお作りすることができますとか、例えばこの着物の色を変えたらどうでしょうかということのご提案ができるので、前に進めることができるんですね。やはりそこにたくさんの着物や帯が集まっていて、着物を作ることができる、着物を提案することができる方たちが集まっているんです。これはすごく大きな素晴らしい財産なんですね。ですからそこに行って見ていただいて相談していただくというのがよろしいと思いますよ。
ということで、6月6日から8日に日本橋で展示会、私は着物人という小売店をやっておりますが、その小売店の、仕入れ先ですねが開催する展示会がございます。はい、そこにはたくさんの素晴らしい染めや着物や帯が揃います。それをご覧にお越しになりたいとおっしゃる方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひご連絡くださいませ。私がご案内させていただきますよ。そしてぜひ事前に色個性診断ファッションを受けてください。そしてライフスタイルもお聞かせいただけると嬉しいなと思います。それをもとにその展示会のご案内をさせていただきますよ。そして展示会ではなくて、お持ちのものを生かしてもっと素敵に、おしゃれに、もっとランクを上げたおしゃれをしたいとか、シャレ物を作りたいんだけど、どんなシャレ物がいいかしら、私大城大島がいいと思うんだけどどう思いますか、相談に乗ってくださいというような方は、ぜひ着物選びのお手伝いサービスをご利用くださいませ。ご相談内容をお聞きして、ご希望に沿ったように対応させていただきますよ。お持ちのものの中で素敵なコーディネートを考えるということもできますし、そこに帯締めと帯揚げを変えるだけでこんなに素敵になりますよというご提案だったり、あるいはちょっとこれでは帯が個性に合っていませんね、例えばこんな帯の方が個性に合いますよというご提案などもさせていただくことができますよ。ということで、今日は展示会というものをうまく活用したいですよね。これは展示会を運営する皆様にもお伝えしたいですし、展示会に参加しようかな、どうしようかなと考えていらっしゃる方たちにも、このように使っていただくといいんですよということをお伝えしたいです。呉服業界は今本当に大変な状態でして、新しい着物を作るということが本当に難しくなっているんですね。大きな小売店さんが倒産なさったりしていますし、プロの方たちがどんどん少なくなっていっています。それから技が日に日に衰退していっているんですね。高い技を作る職人さんが少なくなっています。そういうものを作ることができるシステムが弱くなってきています。新しいものは買えないわ、リサイクル着物で十分よ、レンタル着物で十分よとおっしゃる方々も、新しいものが作られなければレンタル着物も今の時代のものがなくなってしまうんですよね。それから着物文化というものが力を弱めてしまいます。はい、頑張ってくださっている着物の展示会を開催しますっていうようなところには、ぜひ積極的に参加していただきたいですし、迎える側の方たちも来てくださる方にとってお役に立てるようにしたいですよね。初めてお会いしました、どうですか、この着物いいですよっていうだけでは、着物のことは伝えられても、あなたと着物のマッチングという点ではクエスチョンばっかりでしょ。そんなことがないように、しっかりとお客様を理解して、しっかりと着物や帯につなげてあげてくださいませ。私ができることは、着物選びのお手伝いサービスとか、色個性診断ファッションとか、似合う図のご提供とかだと思っておりますので、それらをご利用いただけるようでしたら、ぜひご利用くださいませ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。